こんにちは、車椅子トラベラーのみよちです。今回はトミー・ヒルフィガーさんご協力のもと、僕が車椅子生活になってから13年間の中で最も着やすいと感じたトミー・ヒルフィガーアダプティブというコレクションの紹介をしていきたいと思います。トミー・ヒルフィガーは知ってるけど、アダプティブって何？そもそもなんでミオがこの商品紹介をするのって思われた方もいらっしゃるかもしれません。まずアダプティブについて、デザイナーであるトミー・ヒルフィガーさんがこのアダプティブというコレクションを始めたきっかけは、自身の息子さんが自閉症であったところから話は始まります。トミーさんたち家族にとって子供たちへの洋服の着替えというのはとても大きな課題だったそうです。例えば子供が他の人たちと同じ洋服が着られない、これは僕にとっても共通点がありました。僕は指が不自由なんですね。なのでタイトなシャツを着たりとか、ボタンを閉めるという作業によってすごく時間がかかってしまったり、着替えることを諦めざるを得なかった場合が多々ありました。そんな中でデザイナーのトミーさんはこうおっしゃっていました。毎日洋服を選ぶ、着るという作業は不安であることではない、本来は楽しむべきことなんだ。これも僕にはとても深く刺さりました。なぜならば、あ、今日外出だな、もう着替えやすい T シャツ1枚でいいやって、でも本当はしっかりピッチリとしたシャツを着て、タイトなスラックスを履いておしゃれをして出かけたい、でも時間がかかってしまうし、あ、今日はもういいかって何回も諦めてきました。そういった経緯があって、アメリカから障害とか体に何らかしらの特徴がある方が着やすいようなこのアダプティブというコレクションが始まったんです。そして今年の3月からそれが日本でもデビューされることになりました。さらに言うと、そのトミー・ヒルフィガーアダプティブコレクションのオフィシャルサポーターをこの宮達也が任せていただくことになりました。そして実際に僕が今着用しているトップスやボトムス、その他にも何着か今回用意をしましたので、実際に着用してみて、そしてそこでなぜこの洋服は障害を持っていらっしゃる方、体に特徴のある方が着やすいものになっているのかっていうところのポイントも含めてレポートしていきたいと思います。はい、ここからはナレーションに移らせていただきます。今着ているこのポロシャツは一番上のボタン以外はこのようにマグネットでできているんですよ。僕のように指が不自由な人にとっては着替える時間が相当短縮されるので非常にありがたいです。そしてこちらのシャツも同様に一番上、そして2番目のみ普通のボタンで、そこから下は全部マグネットになっています。なんと袖の部分もマグネットになっているんです。片腕でボタンを留める作業って結構難しいんですよ。なのでこちらも非常に助かっております。こちらの半袖のシャツで着替えのイメージを見てみましょうか。マグネットなので外すときはもうポツポツポツっと外れてくれます。ボタンを留めるときはこのボタンとマグネットの部分の場所を合わせてさーっと添えるだけでもう着替え完了です。もう 2,3 回ぐらい着て慣れてくると一瞬で着替えることができちゃうんですよ。こちらは先ほどの白い長袖シャツの着用のイメージですね。僕は身長が190センチありますが、細身なので M サイズでもちょうどよかったです。そしてちょっと暑いなって思った時にこの腕のボタンがマグネットになっているおかげですぐに腕をまくることもできます。はい、次はジャケットですね。こちらもいくつか特徴がありますのでご紹介していきます。最も特徴的なのはこちらのマグネットを使ったファスナーですね。ちょっとゆっくり見ながら解説していきます。指が不自由だとこのファスナーを引っ掛ける作業、そしてその引っ掛けたまま上に引き上げる作業っていうのが結構大変なんですよ。
なのでこのマグネットシステムは本当に画期的だなって思いましたね。袖の部分もマジックテープになっていますので、このように指が動かなかったとしても簡単に取り外しが可能です。はい、では次はパーカーの紹介をしていきます。このファスナーの部分、ジャケットも同様なんですが、リング状の紐がついています。なのでつまむ力が弱かったとしても、そのリングに指を引っ掛けて上げ下げすることができます。はい、では4倍速で着替えのイメージをざっくりとお届けいたします。このパーカーもマグネットのファスナーを採用しているので、一瞬でこのように着替えることができました。はい、次はパンツの紹介です。僕が着用しているデニムとジョガーパンツはこのようにゴム紐がついています。これは指でズボンを引き上げることが難しい人用に作られています。またジョガーパンツは紐を縛ることが難しいという方用に、留め具を使ってうまく伸縮の調整ができるような形になっています。そして最後に、僕にとって最も便利で使いやすかったこのデニムの紹介をしていきます。僕はご覧の通りですね、足にレッグバッグというお小水をためるバッグをつけています。で、今まではこの裾が狭かったので、ずっと手繰り寄せて手繰り寄せてやっとお小水を流すことができたんですが、このデニムは裾がマグネットになっていて開閉が可能なんですよ。なのでパンパンになってしまったお小水の袋だったとしても、すぐに取り出してトイレに流すことが可能なんです。今までこの作業ってかなり時間がかかっていたので、やっと楽になれるなってこのデニムに出会った時に感動したことを今でも覚えてますね。はい、いかがでしたか。今回僕がトミーヒルフィガーアダプティブさんの商品を実際に着用してみて思ったこと、感想などを一言伝えさせていただきます。このアダプティブというコレクションはなんだか限定されたような言い方、見え方になってしまいがちですが、指が不自由な僕が着替えやすいということは、指が動く方はもっと着替えやすいんじゃないかなって思ったんですよ。なのでたくさんの方にこのアダプティブというコレクションを試してもらいたいし、あともう一つ、このマグネットファスナーに関してはもうあまりにも便利だと思ったので、そして僕からすると欠点が見当たらないです。なのでもうトミーヒルフィガーさんのスタンダードになってもいいんじゃないかなって思えるぐらい便利でした。今回は駆け足で僕にとって便利なところを紹介させていただきましたが、他の障害を持っている方、他の病気を持っている方、特徴がある方はさらにこの便利さの可能性が広がっていくと思います。今回紹介した商品は実際のラインナップのほんの一部なので、もっと見てみたいなと思う方はオンラインストアのリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてくださいね。今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございました。そしてまた次回の動画でもお会いしましょう。